白身魚のフライは、白身魚をフライにしたもの。または、フライにする前の食材。ベトナムなどから衣をつけた加熱前の状態や切り身の、冷凍食品として大量に輸入されている。白身魚のフライを用いたのり弁講義には広く、白身の魚をフライにしたものを指すが、競技にはホッカホッカティンが、のり弁当のおかずの一つとして、 あえて特定の魚種の名前を関しないまま採用した防水系のフライを指すことが多い。同業他社や他の外食産業も安価な食材として追随して採用したことからタチウオや糸寄り台等特徴のある白身魚の名を冠するフライとは一線を隠す存在となった。他に骨抜きがされている大きさのロットが揃っているなどの特徴がある。 魚をさばいて加工するには未だに大量の人手が必要なため、1990年代後半から業務用の白身フライは中国の山東省を中心にした製造工場で加工され、冷凍されて日本に空輸されるものが大半を占めるようになった。現在でも持ち帰り、弁当やスーパーの総菜用白身フライは大半が人件費の安価な中国やベトナム産である。 素材は主に現地の養殖ナマズなどが使用される。2000年代に入ると企画化が進み、1 0ム単位で完成品のロットを揃える業者も多く存在するようになった。衣と身の厚さの比率で等級が区分され、安価なものほど身寄り衣の方が厚い。フィッシュフィンガーイギリスでは1955年に初めてタラなどの白身魚のフィレを長方形に加工した。 食材がフィッシュフィンガーとして発売され、1960年代に入るとドドイツをはじめ、欧州各国でも同様の製品が流通するようになった。また、同様の素材を利用したフィレオフィッシュの具材のような製品も流通している。鶏肉に引きずられる白身魚フライ、お魚学習館、今週の魚、ホッキウェイバックマシン、白身魚のフライの仕入れ、アリババホームページ。 ありがとうございます。